ドラゴンクエストはい、皆さんどうもこんばんは、こんにちは、おはようございます。これからドラクエウォークガチャ引いていこうと思います。昨日に引き続いて大新刊装備ガチャやっていこうと思います。昨日はですね、最悪のガチャ動画となってしまいました。というのもですね、ピックアップ確定のところでしかですね、ピックアップが出なかったというですね、100連引いてこれだけかよというですね、まあ最悪の仕打ちを受けたわけでございます。まあね、まあ私の場合はですね、まあ YouTube でございますので、まあネタになるというのはね、あるんですけれど、まあちょっとね、一般の方がね、それになるとですね、ちょっと大変なことだなと思うわけでございますが、はい。というわけで、まあ今回はですね、もう昨日に引き続いて、こちらですね、天空の大新刊装備ガチャ、やっていきます。はい、このクリフトのね、成長、こちら、とりあえずね、こちらがね、目的ですね、のね、この帽子であったり、こちらのね、服の上がですね、一応持ってはいるんですけれど、はい、昨日のね、ピックアップ枠で、いただいたわけなんですけれど、まあ、とにかく武器さえあればいいということで、まあ、今回ね、最大、110連から200連まで、ということですね。まあ、とりあえず武器が出たら、まあ、撤退するかどうかはね、決め、まあ、ちょっとそこで考えようかなと思います。まあ、2本あったらね、2本あったらで、あるで、まあ、役立つと思いますので、ということでね、回復役ね、2人、必要になりそうなね、まあ、超高難度とかね、そういうところで、まあ、役立つかなとは思っております。ということで、まあ、最悪なのはですね、200連目の、確定といいますか、200連目で、まあ、天井のところで、もらうと。ファンファーレならずに、まあ、もらうというのがね、まあ、最悪のところかなと思いますが、まあ、それね、結構あり得ると思うんですよね。ということで、まあ、とりあえずね、まあ、ある程度、最悪の状態もね、覚悟しつつ、まあ、やっていきましょうということで、はい、最初の110連いきます。はい、お願いします。はい、ということで、やっていきました。どうでしょうか。はい、現在、午前の1時ですね。わあ、ちょっとまた演出が寒い。演出が寒い。昨日に引き続いてって感じですね。はい、なんかね、結構、金色に変わったのはいいんですけれど、はい。まあ、所詮金色にしか変わっていないので、ということで、なんか昨日の流れがそのまま来ているような感じですね。はい。なんかちょっともう、これ、ね、何をしても、この流れ変えられないような気がしますね。もう、それ、もうプログラムされてるのかなっていう感じはしますね。はい。まあ、なんか天井、っぽいですね。はい。お、今回は、演出。星が結構出てますね。はい。まあでも、銀色宝箱なので、全部。はい。で、それが銀色なんで、まあ、それが金に変わっただけ。20連連続で爆死です。はい。まあ、ね、空の演出はさっきはね、良かったんですけど、元々の宝箱が全部銀色だったんですよね。まあ、両方がね、最初からね、金色がたくさんあって、星空がですね、オーロラ流星とかだったら、まあ、まあ理想的なんですけど、なかなかね、まあ、うまくいきます。まあ、とりあえずね、そういう感じで、最初の宝箱をね、できるだけ金色が多い方がいいですし、まあ、空もね、できるだけ星が多い方がいい。まあ、そういうところもね、注目してもらえればと思います。というわけで30連目いきましょう。はい。どうでしょうか。20連連続爆。まあ、今回両方最悪ですね。ああ、ちょ、これはもうひどい。これはひどい。もう最悪。最悪。もう運営さん、ちょっと勘弁してください、これ。ということで、まあ、とりあえず、ま、行きましょう、このまま。もうさっきはね、下の宝箱も全部銀色だし、星もね、なんもない。あ、今回、星は結構いいですね。流れ星がそこそこ。しかも金色宝箱が来て、金色宝箱がね、虹色に変わればいいんですけれど、はい、虹色1個来ましたね。はい。ようやく、1個来ましたね。ちょっとね、今回のガチャは、ちょっと、もう、厳しいですね。はい。はい。まあまあ、とりあえず引いていきましょう。初めての虹箱ですよね。ちょっと、どないなってんねんって感じですけれど。はい。お願いします。はい。まあ、ここでね、出ればいいんですけど、どうでしょうか。おー、下か。下かということで、はい。まあ、ピックアップがね、出たのは良かったですね。というわけで、武器以外揃いました。頭と、服の上と服の下、揃いました。まあ、ここはもういいや。はい。ということで、40連目で、とりあえず、虹色が来ました。
ということで、まあ、この後50連、60連と引くんですけど、60連でね、とりあえずピックアップなので、まあ、ここで武器、いいかな。うん、まあまあ、ここで武器なら、まあ、なんとか流れは戻る感じかな。うん、まあ、まあでもちょっとね、武器もピックアップもね、4分の1ですからね。今回は、オーロラ流星。しかし、銀色宝箱なんですよね。虹色は多分1個は出るでしょう。ということで、はい、虹色2個いきました。はい、最初の2個。ほい、ああ、さっきと一緒ですね。はい、で、もう1個虹色ありますので、ここで、杖、お願いします。ああ、悟りの衣上、ということで。まあまあ、ピックアップがね、来たのはまあ良かったかなと、はい、思います。こちらですね、クリフトの、神殿服下。はい、まあちょっと、まあまあ、とりあえず回復魔力が上がるんでしょう。あとは眠り耐性とかがね、あるのかな。はい。ということで、はい、次ですね。はい。次、ピックアップ確定です。はい。というわけで、まあ、これです。3回連続ピックアップになるのかな。まあ、2回連続ね、ピックアップ来てますので、ここで武器、お願いします。はい。どうでしょうか。ね、金色が出て、まあ、星空はそこそこ。まあ、これは出てるの知ってる。ということで、まあ、ピックアップ確定枠1個だけですね。はい。自力でのピックアップでは、まあ、ピックアップは出ませんでした。はい。まあ最後のね、10個目ですね。まあ最近知ったんですけれど、ピックアップ確定枠ってね、絶対10個目なんですよね。はい。最後になります。はい。で、まあ、それ以外のところで虹色が出たら、まあそれはね、そのピックアップ確定枠とは別の虹色ということで。はい。杖が出てください。お願いします。ちょっと目をつぶっときます。ああ、音、ファンファレが鳴らないということは、はい。ピックアップ。武器じゃなかったということですね。はい。ということで、服の上と服の下が2つずつになりました。はい。というわけで、ちょっとですね、こちらの、はい、こっちの情報をですね、ちょっと更新をしておきます。頭が1つで、上が2つ、下が2つということで、ちょっとね、武器が2つ欲しいんですよね。まあでも以前に比べるとですね、はい、だいぶ虹色は出るように、まあ、ピックアップのもね、たまに混ざるようになってきたかなと思います。もうこのままずっといきます。演出はそこそこで金色宝箱1個あります。はい。まあ悪くはないかなと。はい。虹色1個来ました。はい。はい。まあね、虹色の確率が 7% なので、とりあえず、一個くれば、まあまあ、それはそれで悪くないのかなと、はい、思いますけれど。どうでしょうか。そろそろだったかね。はい。お願いします。ほい！悟りの冠か。まあ、ファンファーレなったのはね、いいんですけど、まあ、やっぱりね、はい。グリフトの正常が欲しいですね。ちょっと多分天井行きそうですね。これだと。はい。はい。はい、ということで、悟りの冠、まあこれもね、なんだかんだ、まあ、一応、はい、まあまあ微妙ですね、はい。昔のピックアップなので、はい。あんまり利用価値ないのかなっていう気もしますね、はい。今更って感じですけど、はい。とりあえず自力で欲しいんですけど、星空で金色宝箱が結構あって、まあ悪くはないですけど、虹色が、まあ虹色ゼロか、はい。虹色ゼロでしたね。ちょっと噛み合わせが良くなかったですね。ちょっと、はい、今回は天井になりそうです。はい。あと2回ですね。はい。まあ仕方ないですね。残念ですが。まあある程度こういうのもね、覚悟してて。はい、今回は星空がしょぼいですね。金色宝箱1個だけ。これが、変わらないということで。はい。虹色ゼロ。はい。というわけで。まあ最初からね、当初から覚悟していたように、はい、天井まで来てしまいました。自力ゼロですね。はい。まあ仕方ないですね。まあただね、できれば1個宝箱で出したいですね。はい。ああ、今回は演出最悪。はい。はい。虹色ゼロ。はい、最悪です。はい。運営さん最悪です。はい。というわけで、天井でようやくいただきました。ファンファーレ自力で取ることはできませんでした。ということで。まあちょっとね、まあこれもある程度覚悟してた上でやってましたが、まあ仕方ないですね。天井でようやく1個。まあ、
まあまあね、とりあえず今回はコンプできたのは良かったかなと、はい、思います。久しぶりですね、なんかコンプリートできたのは。結局、高送信のセットもですね、あと、メタルキングの装備もですね、200連引いたんですけれど、コンプはね、結局できなかったんですよね。まあ、それが久しぶりのコンプということで。まあ、でもちょっと武器1本はね、200連で武器1本はちょっと寂しいなというところでございます。はい、ということでですね、まあ、今回は、クリフトの正常、なんとかというかね、まあ、天井で1個ということで、まあ、ある意味ね、ちょっと残念な結果でございましたが、まあ、ピックアップはね、それぞれコンプリートできて、上2つ、下2つという形でございまして、まあ、ちょっとね、やっぱ武器に2本欲しかったなっていうのはありますけれど、まあ、とりあえずね、今後は、まあ、とりあえずこれゲットしましたので、あとは、まあ、今後のマイレージはね、なんだっけ、エビルプリースト用のですね、新しいやつに、まあ、つぎ込んでいこうかなと、はい、考えております。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ。